あれ？サムチン、私たち全部食べきっちゃったみたい。お菓子切れだよ。何か作ろうか。いや、しばし待たれよ。今の何？可愛い動物の助手呼びたかったんだ。プリンセスみたいにさ、うまくいかなかったけど、僕の歌が下手なのかな？やだ、助手が来ないなら私たちで作ればいいよ、生地からさ。そうだね。僕、亀のクッキーがいい。作れる？もちろん、材料を用意しよう。ココアの海で亀を捕まえちゃうよ。亀は後でね、マシュマロ羊から始めるよ。体はチョコカップケーキで作るの。バター、砂糖、バニラエッセンスがいるよ。完璧なふわふわになるまで全部の材料をよく混ぜるんだ。オッケー、卵を連れてきたよ。一つずつ割っていこう。ボウルに殻が入らないように気をつけてね。ふわふわにするために混ぜるよ。ミキサーよろしく。スライム農場の作りたてバターミルクだよ。ありがとう。スライムって何でもできるんだね。バターミルクをボウルに入れよう。またシャカシャカしてね。泡立て器を使いなよ。混ぜるのはサムに任せよう。その間に粉系材料を用意しよう。小麦粉、ベーキングパウダー、ココアパウダー。私が真のシャカシャカを見せてあげるね。やばい、すごいね。そしたら粉系材料を生地の入ったボウルに入れるね。入れるときは要注意だよ。大人に手伝ってもらおう。 I'm dancing in the rain, singing in the rain, but a glorious feeling, I'm happy again. ケーキのカップを持ってきて。生地の完成だよ。羊がたくさん作れちゃうね。なんて日だ。オーブンを180度に予熱してカップケーキを25分間調理しよう。僕がやっておくよ。スーは毛を作って。いいよ。毛はクリーミーなベースとふわふわのマシュマロトッピングの2つから作るんだ。まずはベースを作っていこう。ここで重要なのはしっかり混ぜること。ここでクリームを投入。次にホイップクリーム、それからバニラシュガー。完成したら少し冷やそう。僕の任務はもっと楽しいよ。マシュマロの分別。右にはピンク、左には白。サムチン、マシュマロの戦場だね。終わったらエイミーの顔を作っていくよ。エイミーって名前かわいいね。自分で考えたの？粉砂糖とマジパンをこねてかわいい顔を作っていこう。かわいい羊に仕上がったね。まさにエイミー顔。やばい、カップケーキが完成だ。ただいま。エイミーのこと気に入っちゃった。サム、どこ行ったの？エイミー用のカップケーキだよ。ありがとう。冷たいホイップクリームから始めよう。トップ全体に絞り出そう。美味しそう。マシュマロを端から中心へと乗せていこう。わあ、出来上がりを見るのが楽しみだ。エイミー、新しいお友達を作ってあげるね。エイミー、マイク、ベラ、遊んでおいで。二つ目のレシピに移ろう。サムのお待ちかねだよ。やったー、亀のクッキーだよ。どんな材料を使うの？小麦粉、粉砂糖、卵、バニラエッセンス、油、重曹、澱粉だよ。もちろんバターも忘れないでね。ネース、いつココアパウダー入れるの？後でね。生地をこねたら2等分にするよ。なんで？僕シェアなんてやだよ。パーツ用に取っておくの。チョコカメの甲羅を作ろう。チョコ大好き。みんなも好きなら高評価だよ。ボウルにパウダーを入れていこう。私もチョコは大好き。この生地は緑にするね。オッケー、僕すっかり忘れてたよ。もっと入れて。ここでアドバイス。指が緑色にならないように手袋をしよう。
かわいい亀を作っていこう。これは手足とチョコの甲羅だよ。甲羅に模様描かないと亀じゃないよ。そうだね、亀の甲羅は格子模様をしてるもんね。みんな、私の真似をして作ってみてね。さて、亀を外じゃなくてオーブンへ入れよう。こんな感じに組み立ててから焼いてね。仕上げに大きなチョコの目を加えるよ。よしと。オーブンへ向かうのだ、亀軍よ。美味しくなって戻ってこい。クッキーを焼く間、別の動物の助手を作ろう。ここからネズミを作るんだ。はじめに生地、ベーキングパウダー、塩を混ぜよう。それからバター、植物性ショートニング、砂糖、青色の着色料を入れてね。さて、混ぜていこう。すん、見てよ、チョコ紙が戻ってきたよ。わあ、その子かわいい。快適なお皿は用意してあげた。うん、てんこ盛りだよ。ほら、カメさん。サムチン、戻ってきて。ネズミが待ってるよ。粉系材料を少しずつ入れて生地に混ぜ込んでいくんだ。大事なのは慌てないこと。落ち着いて作れば素敵な仕上がりになるよ。その調子、僕撮影するね。カット。スーによれば生地を冷蔵庫で3時間冷やすんだ。ティビダバ万歳。タイムラプスを活用しよう。ネズミを作っていくね。スプーンで生地を少しすくおう。こんなネズミじゃシンデレラに合わないよ。形を整えればいいのかな。ね、これでネズミらしくなったでしょ。まだ頭に耳をつけてないじゃん。確かに、一つ、それからもう一つ、かわいい。周りを見回す目とクンクンする鼻もね。180度に予熱したオーブンで焼いたら、くねくねした尻尾をつけるよ。じゃあ10分後にね。一瞬で焼き上がったね。尻尾をつけたよ。少し混み合ってきたね。少し？ネズミだらけじゃんか。どいてよ。はぁ、やっとお楽しみの時間。どいて、オレオがなくなっちゃうじゃん。はい、これを開けてもいいよ。しょっぱいプレッツェル？僕甘いものが食べたかったんだけど。知ってるよ。だからトッピングはミルクチョコにするんだ。魔法の竜巻でチョコを溶かしたよ。やった、プレッツェル諸君、チョコの沼にダイブしてもらおう。そうなんだ、使ってもらわないとね。反対側もしっかり。残りの作業をする間、ベーキングトレイの上で待っててね。乗客の皆さん、冷凍庫で5分間冷却してください。私はオレオバチのための黄色いトッピングを作るね。湯煎したホワイトチョコに着色料を入れて鮮やかな色にするよ。なんてこった、カラフルで美味しそう。サムチン、オレオを持ってきてくれたんだね。助かったわ。ダメ。ありがとう。1枚食べたかったのに。完成したらたくさん食べれるから約束。飛び立てハチさん、チョコの羽の元へ、ぴょん。完璧な着地。お次のオレオ爆弾、バシャ。チョコ漬けよろしく。任せて。こんな感じに何度か回して、2匹目のハチが完成。着陸準備、左へ。お見事、機長。みんな見て、あと数匹作ろう。一人で全部食べちゃダメだよ。ねえ、それ僕に向けて言ってるでしょ。全方向が見えるよ。
お菓子の目を使い切っちゃった。どこに行ったのかはお見通しだよ。お菓子の目は蜂用なの。悪いけど回収するね。僕にはまだゴーグルがあるもん。ねえ、蜂じゃなくてただの虫にしか見えないけど。解決策ならあるよ。背中にチョコの線を入れていこう。やった、一匹目が飛び立ちそうだ。見てよサムチン、ハート型のほっぺをつけたんだ。全部かわいいね。素敵だよ、君に首ったけ。油断は禁物だよ。チョコバチも刺すことがあるんだ。備えてあるよ。できたら冷蔵庫で30分間冷やそう。冷やしたら動物クッキー王国に行ってみよう。食べれない。何言ってんの、ただのお菓子じゃん。なんてこった、どうしよう、僕も食べられないよ、かわいすぎる。今日は視聴してくれてありがとう。高評価してチャンネル登録で最新情報をいち早くゲットしよう。クッキーと動物を応援してね。